ヒッツ・ザ・タウンは f m ナック5で放送されているラジオ番組である。1996年10月5日、DJ ポキが担当していたレディオパイレーツの後番組として放送が開始され、開始当初はスーパーヒットオペレーション電力キングというタイトルであったが、1998年4月4日から現在の番組名となり、2016年10月には、 番組開始20周年を迎えた長寿番組である。大宮アルシェ5階にある CD ショップ HMV 大宮アルシェ店内のサテライトスタジオ、スタジオアルシェから公開性放送されていた。また、ショッピングモールやテーマパーク、イベント会場、秋には関東地方の大学の学園祭会場などから出張公開性放送を行うこともある。 リクエスト音楽番組であるため、通常は一組のゲストアーティストが登場し、その他にから四組のゲストが登場することがある。毎週メッセージテーマが設けられており、おおむね、レイでチンプレイ、コープレイというテーマで募集される。また、これとは別に普通のメッセージである。普通オタも募集されており、いずれのメッセージも鬼塚が読む。 番組放送中には次のような SE がよく使われるのが特徴である。交通情報は交通管制センターの森下夏子が担当している。ゲストの組数やなどによっては毎週必ずしも放送されるわけではない。山口逸話が所属していたパッションの楽曲がかかる鬼塚が違和感を漏らすシンセサイザーの感想パートに合わせて 鬼塚が規制を発する王との SE 鬼塚が息切れする展開が半ば定着している。これをリスナーの間ではキーボードソロ祭りや RM 祭りと呼んでいる。このスペシャルウィークの放送時は他の週に比べなぜか山口の甘髪率が低い。リモートに切り替えられて以降は行われていない。ナッティラジオ小座魂とのスタッフの共通が多い。 ありがとうございます。